どうも。初絡みということで。そうですね。そうですね。いや、今日はそうミルキーの卒業コンサート2日目です。2日目です。昨日はニコ生でね、参加させていただきました。ということで今日は会場に行きます。今日は今ワールド記念ホールの神戸の。はい。ていますけども、5時15分なんで、6時から開演なんで、もう今会場が始まってると思うんで、まあ、僕はマッキー君と同伴で入るんで、僕は DD 君なんで、まあね、楽しんでいきます。多分泣いてますね。まあミルキーが本当に最後なんで、最後なんでね。そうですね。多分僕はもう号泣なんで、多分僕の隣でマッキー君が泣き出すかもしれない。マッキーやつ。まあちょっと楽しみにそれもして、しかもね、まあ、僕は帰り、まあ、伊勢さんだったらレポ取りたいと思います。そうですね。はい、会えたらいいんですけど、ね、僕はもう湧きまくると僕も湧きまくると思うんで、はい、楽しみに行きます。まあ、楽しんでいきましょう。はい、楽しんでいきます。お疲れ様でした。渡辺卒業コンサート2日目、4月4日のワールド記念ホールであった卒業コンサート終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。そうですね、あもう終わりなんですけど。そうですね、疲れた。よかったです。はい、見てマッキー君泣いてましたよ。どうした、どうだ、何が良かったの？ JT の答えは JT は、あれは、あれは泣ける、泣ける。あれはめちゃくちゃ泣ける。あ、もう今日の、この時が上がってる時には多分出てるんで。そう、JT の方あれは見た方がいいと思う。一息つきながら、一息つきながら。僕はですね、青春のラップタイムが、やっぱりあれが最後の、ね、青春のラップタイムがね、めちゃくちゃ騒ぎましたね。あの帯っていうか、あれ欲しかったんですけど、あれは飛んでこなかったんで、スタンドまでは。今回ちょっと、僕昨日と今日、両方行ってたんですけど、まあちょっとね、サインボールがね、今日なかったっていうのがあるんで、サインボールなかったんです、今日は。もうちゃんとなって、昨日はミルキーさんが自分で投げてたんですけど、バズーカ、5周年の時はバズーカあったしさ、僕はバズーカもないし、どれだけケチってんのはあるんですよ。そうですね、ケチしまった。僕は、感じです。はい。もう一回、また僕が全部言っちゃったら、同じこと言わないで。そうですね。はい、はい、今日はこんな感じです。卒コン、お疲れ様です。これまで来てよかったですね、本当に。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。